地の沈みの証券の友の裾回し付きの訪問着です。御嶽は打ち上げを5部2センチ取って4尺2寸区部162センチがいっぱいです。身長が162センチの方までの訪問着になります。柄合わせは後ろ幅8寸 30.3 センチ前幅6寸5分 24.6 センチ、奥見幅4寸15センチに染まっています。ヒップが93センチくらいの人にちょうどいい柄合わせだと思います。ただし、脇縫いと奥見の縫い込みを調節することで2分8ミリ程度でしたら身幅を調節できます。それ以上に身幅が狭い方や広い方は、背縫いと奥身縫いの柄を合わせ、脇縫いで柄をずらすようになります。ゆきは1尺8寸5分、70.1 センチまでになります。出来上がりから少し時間が経っているような訪問着なので、ところどころに汚れや仮縫いの跡があります。ここが上前の奥身、ここが上前の奥身と上前の前身頃の柄合わせになります。ここが上前の前身頃、こちら方向が肩で、こちら方向が裾になります。ここが上前の脇の柄合わせになります。背縫いの柄合わせはこのような感じになります。下前の脇縫いはこのような感じの柄合わせになります。下前の奥身はこのような感じの柄合わせになります。この訪問着は、友の裾回しがついています。そして、上前の裏奥身裾にはこのように柄が染まっています。後の部分はすべて無地になります。そして、つま下でこのように柄が合うように染まっています。先ほどもお話ししましたけれども、出来上がってから少し時間が経っているような訪問着なので、ところどころにこのような汚れがあります。そして先ほどお話ししましたけれども、やはり仮縫いの状態が長いと仮縫いの跡がどうしてもついてしまいます。これは袖山の跡になります。これは下前の袖になります。こちらが後ろ袖、そして先ほどお話しした汚れはこの後ろ袖についています。こちら側が振り、こちら側が口になります。ちょうどこのあたりが袖付けあたりになります。こちら前袖になります。これは上前袖、左袖になります。こちら側が振りで、ここに袖付けの柄合わせがあります。こちらが前袖、こちらが後ろ袖になります。やはり少し袖山に仮縫いの跡が見られます。これは友入りになります。この柄が上前の胸で身頃と柄が合うようになります。そして長く仮縫いの状態にあったものにありがちなんですけれども、やはり友入りのところにこのようにちょうど友入りの山のあたりに三角の形で
仮縫いの跡がつくことが多いです。このように仮縫いの跡が見えます。ただ薄いので、これは出来上がるとほとんど目立たないと思います。ここに見られる身幅の仮縫いの跡、汚れは仮縫い自体がこの染めの柄合わせよりも広く縫われていますので、よほど身幅を出さない限り、例えばヒップが90ですとか93、94あたりの方でしたら、まず仕立てた後にこの汚れが出てしまうようなことはありません。仮縫いの汚れが出るところは主に片山、袖山、先ほどの友入りの山、あとは身丈次第ですけれども、裾に出ることもありますけれども、裾はもうほとんど下の部分になりますので、出来上がってほとんど目立たないと思います。これがこの訪問着についている友裾になります。先ほどの裏奥密裾以外はすべて無地になっています。It is the cloth for hamanji of carrying out China Sea silk. Suzuma weighs it is attached to this cloth. The size of kimono length becomes by 162 centimeters. This hamanji suits those whose stature height is 162 centimeters. The pattern is dyeing this hamanji the size of back width equals 30.3 centimeters.Front width equals 24.6 centimeters, and okumi width equals 15 centimeters. This hamanji suits those whose size of hips is 93 centimeters. However, if it is only 8 millimeters, I can adjust. I think that it is very easy to sew this cloth. Don't you sew this hamanji in this Japanese dressmaking classroom?